はい、魚屋大森の信号です。大手信号入ってくるとここに出ます。舞鶴、西舞鶴の伊佐津川の方に行くには、これを右折して、橋を渡ると、舞鶴漁協前、漁協手前の方の釣り場に行きます。はい、大和橋を渡って左に曲がるとずっとこの道に出てきます。舞鶴漁協前、漁協手前はこれを右の方に道なりに曲がることになります。伊佐津川を離れてこの道路に出てくるんですけれども、漁協手前、漁協方面への曲がり角がここになります。民家の上の方にいろんな船の案内が出てるんで、ここを左折してください。漁協方面へのスロープを降りてくるとここに出ます。最初の、川沿いの駐車場への入り口を曲がります。 U ターンするように奥の方へ行ってください。